先発は竹中です。立ち上がりからご覧いただきます。先頭の茶の内取った後連打でワンアウトランナー二塁一塁というピンチ。ここで4番の森を迎えますけども空振り三振。そして続く紅林も打ち取ります。立ち上がり2者残塁、竹中の方はピンチを抑えました。さあそしてバファローの先発は宮城です。その宮城からイーグルスは初回2アウトランナー三塁一塁、チャンスで5番好調の安田でしたけれども、ここはセカンドゴロ。両先発ピッチャー立ち上がりピンチを迎えましたけれども0で終えました。ゲームは0対0で4回です。この回先頭の西川ツーベース、ノーアウトランナー2塁でセレーノにタイムリーが出ます。これでバファローズが1点を先制します。この後ワンアウトランナー三塁二塁から1番の茶野、これがライトへ2点タイムリーツーベースになりました。この回3点を取りましたバファローズです。先制点をもらった宮城4回です。この回は先頭の浅村1人出ましたけども、続く安田がダブルプレイ、そして伊藤幸也空振り三振。3人で終わったイーグルス4回の攻撃でした。さあバファローズ5回です。この回もチャンスを作ります。ノーアウトランナー3塁1塁、連打でチャンスを作って、ここ紅林が打ち上げます。これで犠牲フライになりまして4対0で、竹中ですけどもこの後西川にヒットを許したところでピッチャーが鶴崎に変わります。その鶴崎ワンアウト満塁、今日もスタメンの8番の渡辺、ライトオーバーになりました。2点タイムリーツーベースヒット、6対0とリード広げます。そしてこの後ラストバッター若月にもタイムリーが出ます。もう1点追加7対0で、この後茶の犠牲フライでもう1点追加します。この回5点取って8対0としました。さあ6回の裏イーグルス、この回宮城攻めて2アウト満塁、2本のヒットのデッドボール、チャンスを作って小深田でしたけれども、ここはライトフライ、あと1本が出ませんでした。さあ7回もマウンドに上がります宮城です。先頭代打阿部三振、ツーアウトになって村林を打ち取ります。結局今日宮城投手この回まで7回無失点でマウンドを降りました。さあゲームは9回です。ムクノキ投手マウンドに上がってワンアウトから鈴木大地、これが右中間を破ります。スリーベースヒット、ワンアウトランナー三塁としてチャンスを作って小深田、このライト犠牲フライで1点を返しますが、まあ、反撃もここまで8対1バファローズが勝利を収めて、そして、まあ、イーグルスの方は大事なゲームでしたけれども、勝利を飾れず残念ながら連敗3となってしまいました。そして引退の3選手が今日ゲーム後挨拶をした楽天モバイルパークです。